年末年始を控える中、本県においても新たな脅威であるオミクロン株への危機感が高まっています。県では感染力が非常に強いと言われるオミクロン株に対し先手先手で対応するため、12月27日に本部会議を開催し、今後の県の対応を決定しました。1点目は医療提供体制の強化です。オミクロン株の市中感染者が3日平均で1日あたり20人となった場合、2週間後には1日の新規感染者が3000人に達すると見込まれます。そこでそのタイミングで病床確保フェーズを1から3へ一気に引き上げ、1700床を確保するとともに感染状況等を示すレベルも2へ引き上げます。ただし県民事業者の皆さんに対する具体的な行動制限については直ちには行わず、その後の病床の逼迫状況等を踏まえて改めて検討することにします。2点目はまん延防止のための PCR 等の検査体制の強化です。これまでワクチンを打てない人を対象に実施した無料検査を12月28日から感染不安を感じるすべての県民の皆さんが受けられるようにいたしました。そしてすでに200カ所以上で行っている検査場所をさらに増やしていきます。県は引き続きオミクロン株への対応に万全を期してまいります。年末年始は人の移動が活発になり、接触の機会も急増します。県民の皆さんには改めて MASK の基本的な感染防止対策の徹底や、混雑する場所時間を避けて、体調が優れない場合は外出を控えるなど慎重な行動をお願いします。2022年はコロナと共存する中で、コロナ前よりも素晴らしい新たな日常を県民の皆様と共に切り開いていく明るい年にしたいと思っています。皆様のご協力をお願いいたします。